えー、東京都知事選が終わりましてねもう全てが終わったんですけどもまあいろと思うことがありまして私なりに考察をねしてみようかと思いますもちろん自分だけの考察ではなくて他の方がどのように見てるかってこともね、えー、ちょっと考えながらになりますんでちょっとツイッターの方で、えー、蓮舫さんが2位にもなれなかった理由 っていうのがね、トレンドに上がってましたので、ちょっとそこら辺から見ております。一発目に来たのが、あ、これだよな、これよくあるよな、っていうのなんですよ。つまり、支持者の内輪乗りがキモい。まあ、キモいって表現するかどうかは、ともかくね。これね、よくやっちゃうんですよね。まあ、例えば、合コンに行くじゃないですか。合コンで、例えば2対2とか3対3でやるとしますよね。で、まあ、私はね、えーまあ、男のグループで、 参加していたのが30年ほどど前なんですけどもやっぱりその仲のいい男同士の連れで行くんでどうしてもねその場を盛り上げようと思ったら内輪乗りしちゃうんですよ。内輪乗りってのは男同士ですごくね盛り上がって面白いだろうって気持ちになるんですけどもその内輪乗りって他の人には全く分かんないんですよね。だから置いてきぼりになった感覚になって面白いよねって振られてもなんか冷や汗かいて「はっはーぐらいしか言えないんですよね。 で、それをやっぱ逆にね、女の子にもやられたことがあって、やっぱ女の子が自分たちのネタで盛り上がって、クスクス笑っていたりとかね、受けたりとかしてるのを、まあ私たち男性組が、なんか冷めた目で見てるしかなくって、で、顔は引きつりながらね、とりあえず笑顔で、で、早く終わんないかなとって思いながら合コン過ごすみたいなね。まあこういうのって、多分ね、 いろんな業界とかグループとかファンクラブにおいてもあると思うんですよ。新人さんが入ってきたら、すぐににわか扱いして、いわゆるね、ベテランずらしてマウントを取ってね、新しく入ってきた人の顔を潰すとかね。うん、それからやっぱりこう、外を巻き込んでいかないといけないんですね、選挙ってね。でも、蓮舫さんなんて、立憲民主党っていう自分の付き合いの長いところを当てにして、そして共産党っていう普段は相入れないところに、 協力をお願いして、そこに依存して、大したことをしてなかったんだと思います。だからダメなんでしょうね。結局ね、組織票があるっていうところは強みなんですけども、逆に組織票があるがゆえに、自分で一票を取りに行くってことがもう下手になってるんですよ。ね。その、政党として、立憲民主党として、つながりのある票は取れるけども、蓮舫さん個人としてはもう全然掘り起こせてないっていうかね、もう完全に、 その派閥ですとか、政党ですとか、組織を頼りになっていて、自分が無名な一市民とか、一都民に寄り添っていくとかね、階段を降りてその人に手を差し伸べるってことを全くしてなかったんじゃないかなと思いますね。まあそういった意味で、政治経験は長いのに、この低たらくってことなんですよ。もうはっきり言って低たらくですよ。今までぼんやりしていたことの、もうこれね、本当証拠ですよ。あの、 政治経験本当になかった人にごぼう抜きにされてどう思うかってことなんですよ。で、実際やるべきこともやってないという。テクノロジーが出てきて SNS ってものを活用しなければ無党派、無党派層をね取り込めないのにそれすらやってないわけですよ。本当にこの笑顔ってのはただ出てるだけみたいなね。本当くだらない人だなと思います。政策ももう聞くに値しないっていうかね。 なんか、ちんたらしてんなってとこですよね。うん。こんなんじゃねえ、都知事選とか本当、何やってんのってことですよ。せっかく支援者の方がいるのに、まさにね、蓮舫さん自身が力不足ですとか言って、ごまかしてますけども、本当に力不足ですよ。だからそれをね、東京都知事選に出る前に、もう、感づかないと。何を思い上がってるんだってことですよ。そこそこ取れるかなとかね。 まあ、1位にはなれなくても2位ぐらいにはなれるかな、みたいな取り組み方なんだと思いますよ、私は。絶対トップを取ってやる、みたいな、とかね。蓮舫さんに、もう、骨をうずめます、みたいな人ってうのは、まあ、なんかね、出てこなかったと思いますし、結局、あの、投票前、投票後も、いつもと同じような、なんだか原稿読みなんですよね。なんか、その、熱を、 外部から見ていて感じなかったなと。もちろん、内輪の人は感じたと思いますよ。だから、蓮舫さんの姿を見て、今まで選挙に行かなかった人が行くかっていうと、行かないですよね。うん。今まで、立憲民主党についてきた人も、今回は離れたっていう現象が起きたんじゃないかな、ぐらい思います。はい、次ですね。えー、蓮舫の敗因、徹底的な経済政策がなかったから。ああ、これもね、ありますね。 あの、れいわ新選組の、この政策をパクってでもいいから、蓮舫さんは自分の頭で経済政策なんて考えられないし、立憲民主党にもそんなブレインはないわけですから、そもそも経済政策、最初から間違ってる政党ですからね、こんなの。それこそ原口さんぐらいに学んで出た方がいいですよ。もう、ちんぷんかんぷんなんですよ、蓮舫さん。だから、銭金のことが全くわからないっていうかね。それは のんびりしてるだけで、毎月毎月200万円が入ってくるわけですから、金の稼ぎ方なんて分かんないですよ。ということは、ほとんどの都民、自力でお金を稼ぐ人の気持ちには寄り添えないってことで、経済政策なんてね、今本当に経済的に傷んでるこの国に対して、その手当ができない人が、何を首長としてね、やろうとしてるのかってことはね、もう途方もない雲をつかむような話だと思いますね。はい、こちら。 えー、この人の敗因は無所属という割に共産党と社民党とかを全面に出しすぎたと。<laughs> そうなんですよね。これ無所属ってのが嘘っぽいんですよ、最初っから。<laughs> これじゃダメでしょ。だから何もかも、ね、嘘から始まってるんで、この引きつった顔、余裕を演じてる顔ですらもう嘘で塗り固めてる営業スマイルなんですよね。うん、だからもう自分のための選挙になっちゃってるんですよ。まさに、党利党略。<laughs> 政治のための政治。 小池さんも込みでズバリ言われた2人じゃないですか <laughs> はい、えー、蓮舫さん敗因は力不足と発言 <laughs> 力不足って言えばそうなんですけどもあの何でもかんでも力不足って言ってごまかすんですよね本当に力がないから何が原因だと思いますっていうところにこんな力不足っていうねあの具体的に見えて曖昧な答えないですよこんなの。 うん、バカチンだと思いますよ。<laughs> 本当に、こんなことしか言えないって。で、私はね、石丸さんがよく言ったと思ったのは、あの、敗因はなんだと思いますって聞かれたときに、メディアが報じてなかったでしょとか、石丸さんの政策は、都民に十分届いていたと思いますかって聞くわけですよ。まあ、これについては石丸さんのね、回答した動画はないですけども、でも、今までの秋高田氏の姿勢を見ていると、こう言ったかったんだろうなってことは、すぐに私ならわかります。それは なぜなら、それを報じるのがメディアでしょっていうことなんですよ。有権者の主張を市民とか都民に伝えるのはメディアの役目なんですよ。なのにね、公約、これは市民に都民に伝わったと思いますかって、メディアが聞くっていうのは、いや、お前の仕事だろうと。お前が、ね、こっちが聞きたい、メディアの皆さんと、と石丸真二候補、もしくは田母神候補、その他のいろんな候補、 東京都知事選出てますけども、すべての立候補者の思いとかね、公約っていうのは、都民に伝えられましたかっていうふうに、メディアが聞かれないといけないですよ、こんなの。それがね、メディアが大した報じ方もしてないのに、こんなことを聞くなんて、愚問中の愚問でね、バカも、休み休み休めって思いますね <laughs>。だからまあ、私はこの点に関しては、あの知らせるってことをしてないクソメディアだと思いますよ。 それこそ、ユーチューバーの方が優秀ですよ。ね。ユーチューバーの方が一般メディアの取材できないようなことを取材してきてね。まあ、こんなことをしてましたみたいなね。中にはゴシップみたいなのもありますけども、そこまでわかるわけですから。YouTuber というお金もない、組織もない、個人活動してる人の方が取材力は高いわけですよ。<laughs> これはですね、高い給料にあぐらをかいてスポンサー料で飯食ってるような オールドメディアにはできないいだと思いますつまり時代が変わったってことだと思いますねまあこのぐらいにしときましょうか、うん、まあでもその小池さんに東京都知事が決まったっていうのは私は悪いことではないと思うんですよというのが選挙の結果だからです皆さんが東京都民が選んだ方向に進んでいくっていうことでしょ、うん、まあこれからもねこの71歳で働いている人の 気持ちに寄り添った都民であっていただければいいんじゃないかなと思いますね。で、もうお歴々が並んでいらっしゃいます。小池さんもそうですし、連邦さんもそうですし、田穂神さんもそうですし、その他の方もいますけども、あの、政治経験のない人がポンと出てきて、ここまで食い込めるっていうのをどういうふうに考えるかですよね。こんなこと言ったらね、いや、飽きた形で市長やってたじゃないか、政治経験あるじゃないかっていう人もいますけども、さあ、 市長としての経験が、まあ、どのぐらいのものなのか、今まで意識したことがあるのかなってことですよ。特に、秋田方市なんて知らなかったでしょ。私は、秋田方市にも、2年ぐらいね、個別訪問で営業に行ってましたんで、すごく親しみがある町ですよ。<laughs> <laughs> でも、多分、全国の方ってのは、石丸信事によって秋田方市を知ったはずです。ということは、自分の住む町を1億人に知らせる、 個人力があったのは、この石丸さんじゃないかなと思いますけどもね。その一点をもってしても、一般メディアよりも、強いメディアを個人で所有してる。Twitter とか YouTube っていうね、メディアをね、所有してると言えるんじゃないかなと思いますけどもね。皆さんどのようにお感じになったでしょうか。はい、それでは、今回は以上です。